メイズ・オブ・オーナー・タルトは、イングランドの伝統的な焼き菓子で、甘みをつけたチーズカードを詰めたパイ生地を用いたタルトである。別名メイズ・オブ・オーナー・ケーキ。薄いパイ生地にバターシロップをつけ、中にカードなどを用いたクリームを入れた菓子である。カッテージチーズやクリームチーズを用いるレシピもある。ジャムやアーモンド、ナツメグを加える場合もある。 ベークウエルタルトなど他のイギリスの伝統菓子に似た製法で作られ、生地やフィリングについてはいくつかバリエーションがある。このタルトはヘンリー・パスセイの時代まで遡ると言われている。このタルトについて、広く知られている俗説として、王妃のメイド・オブ・オーナーがケーキを食べているところを見て、そのケーキを食べてみたいと王が所望したという逸話がある。王はこのケーキを美味しいと思い。 助官たちにちなんだ名をつけたという。さらに話を大きくして、そのタルトを作った助官は監禁されて、王のためだけに歌詞を作らねばならなくなったという物語もある。さらにまた別の話として、このタルトはその時助官であり、ヘンリー・パスセイのために歌詞を作ったアンブーリンにちなんで名付けられたという伝承もある。しかしながらこうした逸話はいずれも伝承に過ぎないため、信憑性は薄く、 正確なことはよくわかっていない。最初にこのタルトがメーズ・オブ・オーナーという名称で印刷物に記載されたのは1769年頃のことであり、18世紀末のレシピも残っている。サリー州の旧旧植物園の近くにあるニューエンズのティールームは元祖メーズ・オブ・オーナーを名乗っており、18世紀から営業していて、このタルトで有名である。 急にある元祖メイズオブオナーのお店、ありがとうございます。